こんばんばはスピリチュアル研究家の楓ですツインレイ女性はツインレイ男性と出会ってから心も体もスピリチュアル面もどんどん変わっていきますその変化は時にツインレイ女性の人生を一変させることもこの動画ではそんなツインレイ女性に起こるさまざまな変化をご紹介していきます ツインレイ女性は傍らのツインレイ男性と出会い絆を深めながら以下のような変化や成長を遂げていきます変化1外見も内面も美しくなるツインレイ女性がツインレイ男性と出会った後からすぐに外見も内面もどんどん美しくなっていきます女性は恋をすると綺麗になると言われますが 運命のツインレイ男性からの影響は想像以上。ツイインレイ女性はパートナーからずっとイットに愛される安心感で体も心も見違えるように磨かれていきます変化に色気が増す心と体が美しくなっていくにつれてツインレイ女性は少しずつ色気をまとい始めます ツインレイ女性の色気とは男性だけを引き寄せる性的な雰囲気ではなく同性からも憧れられる人としてのオーラのことツインレイ女性が色気をまとい始めたら魂がよく磨かれている証です変化3存在感が増し目立ち始めるツインレイ女性が男性との愛を深めるにつれて 存在感が増して目立ち始め周りにいい影響を与えるようになりますツインレイ男性を愛し愛されることでツインレイ女性は波動をどんどん高めていきますそうした上がった波動は仕事や私生活を充実させたり性格を前向きにして注目される存在へと変えるのですね 変化4男性性が増して男前になるツインレイ女性の中には男性性が増して男らしくなっていく人もいます魂を分け豪太ツインレイは男性側と女性側の性質を半分ずつ持っていますそのため肉体や性自認は女性でもリーダー気質があったり男勝りだったりと 男性性の強いツインレイ女性も少なくありませんツインレイ男性との絆を深めるほど女性性の裏にあった男性性が目覚め男前になっていくのです変化後他の男性にモテ始めるツインレイ男性の影響で女性としての魅力が増すほど他の男性からモテ始めることもあります 外見や内面が磨かれればツインレイ女性を好きになる男性も自然と増えていきますその男性に対してツインレイ男性が嫉妬したり束縛し始めることがサイレント期間という試練のきっかけにもなりえます変化六性格が天然になっていくツインレイ女性には男性と愛し合うほど 天然な性格に変わっていいくく人も多くいます。天然と聞くと鈍感気づかないというネガティブなイメージがありますがツインレイ女性の天然さとは純粋さのことツインレイ男性から支えられることでツインレイ女性は安心して自分らしさを表に出せるようになりますするとやりたかったことや 自分の軸に集中できて、周りの雑音に無関心になれるのです。そうして、ツインレイ女性は、周りに嫌われるタイプではなく、周りから可愛がられる天然さが増していきます。変化七な,な性的な気持ちを感じ始める。ツインレイ男性と過ごす時間が長くなるにつれて、ツインレイ女性は、パートナーに、 性的な気持ちを感じ始めることも肌に触れたくなったり抱きしめたくなったりキスしたくなったりとドキドキを抑えられなくなるのです相思相愛なツインメイ同士には性エネルギーが活発に交流するようになります性エネルギーとはその人が本来持っている生命力や自分らしく生きるための活力のこと 人間的な生命力が増すということは性に関する欲求も高まるということそのため以前は体に興味のなかった女性もツインレイ男性の愛を全身で感じたくなり体が思わずうついてしまうのですツインレイ女性の心身やスピリチュアリティが変化する主なタイミングは次の3つの段階です 変化の度合いいが大きいこの時期の出来事を知っておくことで変化から逃げず受け入れられるようになりますそれぞれのタイミングで起こる変化について詳しく見ていきましょうタイミング1ツインレイ男性に出会った後ツインレイ女性のすべてが一変するタイミングがツインレイ男性に出会った直後まさに 運命の出会いにふさわしくツインレイ男性に出会ったツインレイ女性は自分が分からなくなるほどの激しい変化にさらされますツインレイ男性に出会った衝撃で何も手につかなくなるこれまで出会った誰よりもこの人に尽くしたいと心から思える病気でもうつでもないのに体調不良でまともに生活できなくなる。 前世で再会を約束したツインレイ男性に出会えた衝撃はまさに想像を絶やします人生観を覆されたり生きる意味を考えさせられるほどツインレイとの出会いは大きな変化をもたらしてくれますタイミングにサイレント期間中サイレント期間もツインレイ女性の精神面が大きく変化するタイミングの一つ サイレント期間とはツインレイ同士が一時的に運信不通になり物理的に離れる時期のこと傍られから強制的に離されることでツインレイはお互いに執着を手放し自立をすることを学びますツインレイ女性はこの段階で社会的にも精神的にも独り立ちできるほど 強くたくましい女性へと成長します。そして、一定の成長を遂げたタイミングで、サイレント期間が終わり、同じく、自立したツインレイ男性と再会するのです。タイミング3統合後、ツインレイの最終ステージの統合を終えた女性は、これまでの自分とは別人のように生まれ変わっています。統合とは、 時に半分に分け合った魂を元の形に戻すこと魂を統合したツインレイはお互いを無条件に愛し相手を自分自身のように完全に信頼できるようになります不安や不信に満ちたこの世界で愛と信頼しかないツインレイ男性の存在はツインレイ女性を何より勇気づけてくれます そうして統合という最後の変化を終えた2人はお互いに新たなステージへと進んでいくのですね。ツインレイ男性の影響でツインレイ女性は心も体も別人のように変わっていきます。変化を恐れる人が多い中ツインレイ女性が成長し続けられる理由はツインレイ男性への愛があるから。 愛のエネルギーを行動力に変えてご自身を日々磨いていきましょう。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。